はい、今日はカレー屋さんですね。スリランカ料理クルバドゥさんで昼飲みでございます。はい、なぜかディナーメニューからスタートですね。これがね、お昼から食べれたらよかったんですけど、豚軟骨とかね、枝豆から炒めとか、エビデビル、なんだこれ、飲みたいぞ、当てになりそうだ。キリってチャイみたいなもんなんですかね。ミルクティー。さあビールだ。生ビール、レモンサワー、ライオンラガー、ライオンラガースタウト。迷うね。はい、フードメニュー、これはランチとディナーの分けて書いてあるね。はい、これがランチメニューですね。カリーライス、ライス&カーリー、チキン豆カリーと野菜カリーですね。はい、生です。生飲みます。はい、うまい、うまっから、うまい。あー、瓶ビールがなかったからね、軌道洗浄はできませんが、まあこれしか飲まないつもりだからごくごくいってるね。いくら弱くてもね、これしか飲まないんならごくごくいける。さあ、チキン豆カリー、野菜カリーのランチが来たよ。最近ね、この炭水化物でね、飲んでるから太る太る。このね、野菜カリーがまた柔らかくてうまいんだ。これ豆カリーはちょっとねピリッとしてる分、これがまたビールに合うんだ。カレーのルーで飲めるという話はね、昔からよく聞いてたけど、いやもうカレーライスで飲めるよ。飲めたよ。これうまかったね。評判は聞いてたけどね、うまかったね。このタイ米ってうまいよね。もうつまみにしたな、米食べちゃって。流し込むぞ、じゃがいも流し込むぞ。朝日のプレミアグラスだねこれね。このグラスで出てくる店あんまりないからね。一回戻したぞ。弱えな、やっぱりな。飲んだね。はい、店内撮影、スリランカのマークだね。かわいい店内、白の綺麗な、この椅子がね、紙なんです。段ボールというかね。紙ってすごいよね。人間座っても潰れないんだからね。はい、ごちそうさまでした。